Wow, c'est vraiment long. Nobimashita ne. Sa, minasan, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Corona de, ma, kami ga nobita kata, keko irasharu, janai de shouka. Cette fois, c'est 5ヶ月, 6ヶ月, 半年ぶり kurai ni, je vais couper mes cheveux, ano, haircut suru node, ma, tada sore o, 動画に撮ろうというだけの本当に企画です。ぜひ、最後、どんな風に変わるかっていうのも楽しみにしててください。では、c'est parti。村松さんです。本当に久しぶりで。コロナですごい伸びたので、やっぱ久しぶりですね。なんか全然切ってない。前回来た時、多分カラーだけで、カット本当に5ヶ月、5ヶ月ぶりとか、バッサリ切りたいところがあって、でなんだかんだ学生の頃から、多分初めて、多分いつですか、大学1年、高校生なんですけど、ね、少なくとも、5年以上で大学生は多分丸々切るの、はい、のすごい伸ばしたりとか金髪にしたりとか真っ白にしたりプロテインバーで一口美味しいなんて増えましたねプロテインバー、ね、どこ行っても今いろんな種類ですか、もういわゆるチョココーティングされたスタンダードタイプなんですけど俺は食べたんですけどあれですね、普通の、何でしょう、前からあるやつ、ミルク。いくつかあります。青い、銀と青のやつ。銀と青でもこれ、久々に使いました、この機械。あんま使ってないです。こんないいやつかな。チガネフで取ること多いんですけど、一人だとハンドリング悪いので、一人だとこっちで、人にいろいろ。すごいこれ。そこですか。なんで縦になる。もうこの機械が勝手に合わせてくれるので。これが何気に便利、三脚の。ちょっと見ます、ね、うちの店の三脚。あ、見たいです。あ、これ、これなんだかんだ使い勝手。あ、これだといいんですけど、これだと。はい。これがもうこの。この幅が限界です。調整難しいです、ね。調節はもう無理なんですね。こうやるともうなんか勝手にこうニュンと上がってきて、残念な感じになる。だとしたらこれおすすめですよ。これすごい本当に。しかも今なんか加湿器の煙ですね。エフェクト使ってるみたいな感じ。ここすごいです。最近僕あれ好きなんですよ。K-POP 好きなんですよ。意外ですね。そうなんですよ。はい。あれはいいなと思って、ちょっと化粧気ある顔してるじゃないですか。みんな化粧すっぴんじゃないじゃないですか。してますね。あれいいなと思って、やっぱり綺麗な男子。鼻とかシュッとしちゃう。そして、K-POP の沼、すごそうじゃないですか。まあ、すごいですね。はまりだしたら。はまるんですよ、なんか。韓国語がいけるようになったんですよ、ね。分かれちゃ分かるんですけど、アウトプットはもう難しいです。ちょいちょいやってます。この間やってたの韓国語でしょ。イタリア語です。イタリア語やってました。イタリア語やってた、この間。その前が韓国語でしょ。そうです。短くしたことってありましたっけ、ここで。そうか。あ、でも、カニエルとかってあったじゃないですか。結構短かったです。1年、1年前ですよ。ちょうど多分。あれ何の時でしたか後ろすっごい刈り上げてるのね。多分、癖で。なんか、ここ長いんで、乗ると、こう、勝手になる。ありがとうございます。ちょうどいいです。ありがとうございます。いいですね。はい、こんな風になりました。どうかな？結構、印象変わるんじゃないかな。カット前と比べると、こんな感じ。今の長さの方が確実に、いろいろと楽かな。どうですか？どっちがいいですか？ああでも久々にこうここまでカットするとすっきりしてなんかこう気分もリフレッシュする感じがまたいいねというわけで今回カットしていただいたグラスヘアリオンさんは
下の概要欄にいろいろリンクとかお店の詳細情報を貼っておくので、気になる方はチェックしてください。では今日はいい天気なので外行ってきます。みんなも素敵な一日を。最後まで動画見てくれてありがとう。 See you in the next video. Bye bye.